こんにちは、熊本のバスを釣ろうの Vlog の深夜です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はとある目的がありまして、こんなところに来ました。ここがどこかと言いますと、県北にある菊池川というところですね。で、県北にありますので、自身初となるフィールドでもあります。で、なんでここに来たかと言いますと、今週末8月27日だったですかね、ここで、釣りの大会があるということで、で自分も、友人と一緒にその大会に参加することになっておりまして、で参加するのはいいんですけれども、全く何も知識がなくて、釣りができる場所とかもわからないので、せめて1回ぐらいプラクティスに来とこうかなということで今日来てみました。で、時間が今もう10時40分ぐらいということで、もうこの時間帯、おそらく大会終了している時間帯じゃないかなと思うんですけれども、今日は魚を釣ることよりもまずはポイントを把握するのが目的ですので、今めちゃくちゃ暑いんですけれども、とりあえずはいろんな場所を回って釣りができそうなところの目星を立てて、でそこで釣りをしていこうかなと思います。で、今立ってるこのポイント、主催者さんのインスタの画像によりますと、おそらく釣り禁止の場所になると思いますので、ここからこの辺りがなんか他のイベントをやってるみたいで、実質ここでは釣り禁止となるみたいですので、早速移動してですね、釣りを展開していこうと思います。最後まで動画をお楽しみください。さあ、とりあえずさっき動画を撮ったすぐ下流の方、おそらくこの画像で見るに釣り禁止エリアから少し外れたところにあると思うんですけれども、まずはここからちょっと釣りをしてみようかなと思います。ということで、初場所菊池川、初アプローチですね。こっち側は結構浅そうですね。大会開始が結構早い時間からあるんで、もしかしたらその時間帯はこういう浅瀬に刺してくると思われますね。ここはめっちゃ浅い。とりあえず移動してみますか。大会当日は車での移動ができないみたいですので、それも考慮しながらいろいろプラン立てていかないとですね。この先にまた広場があるみたいなんですけど、その前に堰がありますね。堰の周りはなんか釣りしていいみたいだったと思うんですけど、釣りできる足場がなさそう。とりあえずちょっと車降りて見てみましょう。ああ、ここに入れませんって書いてあるかな。ああ、
入れませんって書いてありますね。なんかここは魚道になってるっぽいですね。なんかチェイスしてきた。そう。わからん。あれがバスなのか。わかんないけど。よし、ちょっと移動しましょう。さあ、釣れる気が全くしない。やばい。ここが、一番下の駐車場になりまして、でここに道があるみたいなんですよね。一応釣りはできそうなところには出れるのか。あーでもなんかすごいいいとこですね。すごい綺麗で景色も良くて水が綺麗で川も広くて、これで釣れたら完璧なんですけど、でもすごい釣りしてて気持ちいいとこですね。結構遠浅なのでウェーディングできたらいいんですけれども、大会ルールではウェーディング禁止ってなってますので、それはできないみたいです。さっきも言ったんですけど、大会ルールには、水に浸かっての釣りは禁止と書いてあったんですけれども、今の長靴で歩けるところまで水中入ってるんですけども、これはルール上どうなんですかね。これを許しちゃうとなんか水の中に入れるような長靴履いてきて、でハムウェーダーみたいな感じで釣る人も出てくると思うんで、これもなしですかね。よし、移動しましょう。なんか多分この釣りもグレーというかほぼほぼアウトな気がするんで、これ以上やってもプラにはならないですね。さあ移動してきました。今度はですね、橋より上流の方に向かいたいと思います。でさっき下流の方で、浅瀬に長靴で入って釣りをしていって、これはルール上いいのかな悪いのかなみたいな感じで考えながら釣りしたんですけれども、ちょうどですね先ほど、主催者さんからメールが来まして、でいろいろ変更点があったのでの連絡だったんですけれども、ちょうどタイミングが良かったんでさっきの、長靴を履いて浅瀬に入って釣りしていいかっていうのを聞いたら、
まあ、あの安全のためということで、まあ、それは、今回は禁止ということに、なりましたので、まあ、もしも参加される方いらっしゃって、この動画見ている方いらっしゃいましたら、まあ、それはダメということでしたので、まあ、ご注意いただければと思います。いや、暑いですね。多分ここまでが釣り禁止エリアになるのかな。で、橋を越えたら多分大丈夫かと思います。ドライビーバーのフリーリグ 5g ですね。これでちょっとそこを丁寧に取ってみましょうか。っていうか、めちゃくちゃ流れ強いですね。やっぱ2メーターぐらい、そんなに深くはないですね。マジか。うわー、食った食った食った、マジで。で、すられた。あー、しまった。すられた、つが切られた。うわこれ、たとえバスかけたとしてもランディングが難しいんじゃないですかね。ちょっと時間があったので、菊池川の帰りに、萩生田目駅に寄ってみました。さあ、釣れるかな？釣れるといいな。あ、なんか減衰してますね。この間、バースデー兆候の時の水位と比べると一段下がってます。前はここの、丘から釣ってたんですけれども、下がれますね。わあ、めっちゃちっこいのが釣れた。
ごめんね。返す。はい。ありがとう。またちっくり釣れた。ごめん。あーごめん。おかえりー。よし。じゃあ時間が来ましたんで、おまけ動画終了したいと思います。ちっこいバスが2本釣れてくれたんですけれども。でかいのは釣れませんでした。じゃあ次は、大会動画を上げたいと思います。さあ果たして上位入賞はできるんでしょうか、それとも華々しく坊主で散るのでしょうか。皆様どうぞお楽しみに。それではまた。